月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります阿蘇税務署にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、大城地下23歳です。宮地に住んでおります。大城さんとは初めましてではなくて、11月に放送しました税を考える習慣の特別番組で一度ご一緒しているので、まあいろいろと知ってはいるんですけれども、実は県外出身なんですよね。はい、どちらでしたっけ？沖縄出身です、ね、やっぱり沖縄大城って名字は多いですか？多いですね。多分3番目ぐらいに多いですね。そんな大城さん、お勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？そうですね、6月末に阿蘇税務署の方に配属されました。はい、私は阿蘇税務署の窓口である管理上徴収部門におります。主な仕事内容は書類の収集や交付、閲覧等の窓口業務や国税に関する一般的な相談や納付に関するご相談でしたり、あとは納税証明書の発行業務などを行っております。普段お仕事の中で心がけていることとかはありますか？はい、個人情報を扱いますので丁寧に取り組むことを心がけております。阿蘇税務署にお勤めになって、まあ、半年が過ぎようとしていますが、何かお仕事の中で難しいこととかありますか？そうですね、私は県外出身ですので阿蘇の方の方言が少しちょっと聞き取りづらい時がありますので、それはちょっと苦労してるところです。苦労してますね。ぜひじゃあ窓口で大城さんとねお話しする機会があったら、皆さん標準語で話しかけてあげてください。はい、ではちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが、結婚願望とかはありますか？あります。はい、23歳ですよね。いつぐらいまでにとかはありますか？そうですね、できれば30歳までには結婚したいなと思っております。どんな人がタイプですか？そうですね、会話をリードしてくれる優しい方がタイプです。じゃあもしそんな人と阿蘇市でデートするなら、もうお気に入りの場所とか行ってみたいところとかはありますか？そうですね、私は阿蘇の好きなところとして星空が綺麗なところが阿蘇の好きなところなので、星空が綺麗なところに行けたらいいなと思います。夜景とか星空を見えるところのドライブですかね。はい、では最後に、あちらのカメラに向かって、お仕事 PR をお願いします。はい、来月2月から確定申告が始まります。個人で事業や農業をされている方、土地や建物などの不動産を貸して地代や家賃収入のある方、土地や建物などの不動産をお売りになられた方などは確定申告が必要となる場合があり、会社員の方でも給与収入が年間2000万円を超える方、給与以外の所得が20万円を超える方、給与を2箇所以上からもらっている方は確定申告が必要となります。また確定申告は簡単で便利な e-tax をご利用ください。今年からIC カードリーダーライターがなくても申告が可能となり、スマホ申告も可能となります。お問い合わせは阿蘇税務署までお願いします。はい、今月のフレッシュマンは阿蘇税務署にお勤めの大城さんをご紹介しました。では最後にフレッシュマンポーズでいいですか？はい、はい、では行きます。はい、せーの、フレッシュマン。さよなら。